マミモメモさやかです。テイルズオブアライズをおしゃべりしながらプレイしていきます。一応発売日プレイです。事前情報はツイッターで主要キャラの画像を見たくらいですね。ちなみにテイルズシリーズはシンフォニア、デスティニー、グレイセス、ベスペリア、ゼスティリア、ベルセリアをクリア済みです。そろそろねエクシリアもやりたいそんな私です。楽しんでいこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。音楽が早速めっちゃテイルズっぽいんですけどはい、同意する。はい、同意する。はい、同意する。おお、ニューゲームやっていきますか。炎がメインな感じ、文字が細小さ。あ、そう、私ねプレステ5なんですけど、初めてのプレステ5なんですよ、ソフト。どうしようかな、セカンドにしようかな。なんやかんやハードやっててなんやかんや。そこだ、魔人剣。魔人剣ファーストエイド決めてやる。はい、こんな感じでやっていきます。よろしくお願いします。あー、ドキドキする。かつて我らの母なるダナの大地は、ダナの大地、不滅だとも言われていた。はははまたレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。はいはい。すべてデタラメ。え想像を絶するレナの技術、はあ、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前に、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと。300年前。ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところとなった。あらららら。らそして今、五稜の一つ、オルブス・カラグリアを治めるのは、火のマスターコアを持つ無常なスリー、ビエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地。絶え間ない炎がなぶるカラグリア。やば。そしてレナの兵士に苛まれながら、終わりのない苦役を課され続ける日。いやー、穏やかじゃないよ。己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。へえ。誰もがそう信じていた。うん。わあ、つらつら。かつては自由であったことも忘れて。なんだなんだなんだ、コアが埋められてんの。おお、かっこいい。テイルズオブアライズやってくぜ。おお、いきなりゲーム画面。プレステ4、プレステ5の媒体だからね。ベルゼリアまでがプレステ3も同時発売だったんで、グラフィックはかなり好調してるよね。いきなり奴隷系か。え、こんな子供まで。やっぱなんかコア埋められてるよね。逃げられないようにされてんのかな。何をしている、もっと力を込めろ。石突き、石突きって呼ばれてるんだ。なるほど。ん、おん、おん、おん、これは鉄仮面。鉄仮面なんだ。貴様、主人公。俺が。お、奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。やぞー、第3分
イミング良かった。さっさと行け。なんだろう、なんかもう完全になんか物語見に来ちゃってる人になってるんだけど、映画館の人なんだけど今私。デッカメン、怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。デッカメン、傷が。あ、これ傷なんだ。どこに見てもらわないと。あ、さっき。そうか。そうだな。絶対主人公だこれ。ちょっと待って待って、そう、私体験版やってないんだけど、想像ちょっと待って、テイルズの画面じゃないんだけど。ちょっと思ったテイルズと違うんだけど。待って、なんかめっちゃ弾きたくなるんだけど。待って、ちょっと待って、想像のテイルズと全然違った、やばい。カメラ大丈夫ですよ私。ちょっと話してみようか。あ、バツで話すんですね。ありがとうございました。感じない。あ、そうなんだ。あ、そっか、だから気づかなかったんだ、血が流れてることに。何回か話しても変わらなくって、吹き出しがこう、会話が終わったよってチェックマークがつくタイプですね。走るのは、あ、はい、すんまそん。走るのいつも×だったっけ。そう、あ、マップ、ここに行けっちゅうことか。奴隷の日常、これ人マーク、いや違うな、これなんだろうね、施設かなんかかな。この点が人のマークで、そう、私さ、プレステ5で最近ずっとやってたんですけど、それでもプレステ4のソフトが多くって、そう、あのプレステ5側だったら決定が×なのに、ゲームに戻ると丸っていう、なんか謎のあれだったんで。そう、なんかやっと対応したやつを初めてやるって感じですね。ちょっと音量確認してきます。まあ音量は適宜変えていきましょう。星のところに、また毒にどやされるな。あ、ここん、あ、カメラアングル変えられた。こっちは走れないんよな。あ、毒に見てもらわないと。そうですね、それはまあそう。あ、なんか犬に門番させるぐらいなテンションなんかな。魔物みたいなんいるね。この方が毒？話す。またお前か。すまない、毒。うん。謝るくらいなら最初からするな、俺。横になる。一応相変わらず何も思い出せんままか。記憶喪失なの？ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。へえ、難儀なやつだ。どれ、顔の皮膚がないとかそういう感じ。痛みを感じないと言っても傷はしっかり負うし、骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの夜行きだぞ。だね。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ、ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのは、この300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。なるほど。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。
自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。ここに来てどのぐらい経ってるんだろう。余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。他にも仮面の奴隷いるってこと？わあ、いろいろ世界観を。部屋に戻るか。吸収している最中で、あ、いや、走れた。マップ、四角で全体マップ見られるよって教えてくれた。こっちは相変わらず行けなくって。そっか、傷が治ったから元気なんか。いや、RPG プレイヤーうろつきますよ、わしら。びっくりマークがついてるけど、これ話すよーっていうこと。走行兵に殴られるだけならマシ。ひどい時はズーグリンを襲わせる。わあ、さっきのあれか。獣だとさ、こう手加減が分かんないから、そのまんまっていうことも。俺は奴隷だ。うん、皆と同じく。なのになぜ俺。あ、そうなんだ。こ、あ、こう話しっぱなしじゃないんだ。ベルセリア話しっぱなしだったから。ん、あ、顔や記憶だって。本当だ、石付きじゃない。仕方ないか。へえ、音量調節難しいね、これ。今はできないか。ダッシュ R2。 あ、ジャンプある。ちょっとカメラの速度が速い。全く動かない。あー、左手にみんなついてるよね。完全にもう、なんだろう、ドラクエ5を思い出しちゃって、もう心が痛い。死体焼いてんのか。あ、これがズーグル。でもさっきのムービー中も言ってたね、ズーグル。あー、これはやっちゃった後なの？こっちが目的で、寝床に戻れって言われちゃって、空の城レネギス。へえ、もう一回話していい？っていうことだよね。うーわ、そういうことなんだ。やば。こっちは行かない。あ、寝床こんな感じなんだ。いや、寝るだけがつかの間の癒しだよね。あ、洗濯物干してんの。まあ、洗わないにしろ、なんかこう風にさらしときたいよね。早く休もう。そうだね、寝よう。何度持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。うん。お、こちらが作業場に行かないとな。はい、次の日に。貨物列車前の集合か。はい。一人で寝てるのかな。同居人いない感じ。貨物列車を司教は。またレナのための労働の一日が始まる。うん。
死ぬまで逃れられないのか。ねえ、これ列車押し、なんかもうちょっと人力以外の文明を築いた方がいいんじゃないんですか。グズグズするな、奴隷ども、さっさと取り掛かれ。おお、おお、うん、わあ、なんか丸太が落ちてきた。あ、爆弾っていうわけではないのかな。衝撃がすごいのかな。お、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 ガナル、普通の人だ。え、わあ、え、ん、ん、ん、え、これ等身どんぐらい、人サイズ。いたぞ、ジルファ。あ、人サイズだ。相当痛かったやろ今。生きてるの？わあ！何？え、死んじゃったの？来たと思ったら逃げられた。まだ見つかってないらしいな。貴様らの中で見た者はいないか。で、主人公乗ってたの？じゃないよね。ん？ああ、落ちてきた先か。なるほどなるほど。あんたは？おー、美しい。あそこだ。待て。出して。え？出して。いいから早く。僕だ。手間かけさせやがって。おとなしくせりゃいたいことは。どうする？おお、ナイス。めっちゃポカンと見ちゃう。おお、行け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 、ゴーゴー。いや、すごいね、本当にグラフィックが。いや、もう捕まったらもう無理よ。え、鉄パイプで戦うの？ああ、この方。下まで降りてきたのか。おお、あー、鉄パイプ足の、その体型奪い。やる、めっちゃすごい、身軽。あったっと、ほっ。QTE はやめてね。すっげえじゃん。前見えてるの？うわぁ、かっこいい。かっこいい。いいね。おお。後ろ後ろ。あー、この力よ、この力。雷。まだ来たよ。
これでも食らいな。落ちるなよ。わあ、わあ、第三次。おお、見応え抜群。やば。鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。シオン、さっきの女の子かな。酒がまずくなるわ。ん？ご機嫌斜めです。誰オルブス・カラグリア・スルド・エルボルゼ卿、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。いい声。アナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩味だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。うせろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。二人ともデスティニー出てたじゃないですか。うわぁ、腹渡にえくり返ってる。記憶が蘇ろうとしてるんじゃない？今のお姉さんかお母さんとか。気がついた？おう。あんた。ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。うん。紅のカラス。あら、聞いたことない？抵抗組織よ。ダナ人のね。漆黒の翼なる光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織。そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。いや、情報回んないっしょ。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。へえ。その仮面外れないんでしょ。あ、外れないの。ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。へえ、どうやって見入ってんの。俺と一緒にいた女性は。ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして。だって気になるなら行ってみたら。おい、なんかムービー。牢屋で尋問だって。何がどうなってるね。行ってみよう、確かめないと。はい。地図は縦長い。ムービーだけやったら音量大きい、映画のような。なるほどね、そういうことか。2回話しかけたくなっちゃう。ちょっとそろそろさ、メニュー画面出したいんだけど。音量見たい。ん？あ、ここ？もしかして。いや、違うな。左がなんだこれ。活動記録。なんかこう落ちてたりしないのかな。よし、じゃあ目的地に行きつつお話。あ、ここはどこ。私こういうのは朗読しないのでよろしくお願いします。
紅のカラスとは光目と戦う抵抗組織。目標はカラグリアをレナから解放すること。ここね。ジルファとは指導者。あの女性はどこにいる？牢屋、尋問中。何と戦ってるんだ？レナ人と戦ってる。レネギスどころか隣の国すら届かない。へえ、300年か。ありがとう。目的が下？こっちはまあ行けんよね。はーい、すんません。ん？誰？あー、さっきいろいろ知ってるってバケツ頭ネアーズって耳の速いやつがいる。なるほど、情報屋的なあれね。なるほどな。はいはい。ん？今なんか赤くな、いや、ライトでした。火を起こすために。ああ、そうね、石、霊石って言われてるんだ。確かに何とも言われてないのかな。むしろ埋められないのかな。やっぱりだ、ちょっと触っただけでこんな。雷でも撃たれたみたいに。あ、さっきの子は死んでないんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。なんだろうね。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ、シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持って。ああ、そういうこと。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて。だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ来てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光目。ああ、それで光目って言われてるの。精霊術も使えない石付きが。偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ確かに俺たちダナは精霊術を使える。なるほど。が、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う。んこんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。なんだなんだ。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられたか。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い棒か槍を使え。分かった。おい、鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎え。
無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。とりあえず武器もらった。めっちゃ錆びてるけど、まあ枕そうだね、切るというより叩きつける。私もまさにそれを言おうと思いました。